赤富士赤崎さよ赤富士マシマシ TV、うん、です、はい、うん、お願いいたします、うん、用心棒市ヶ谷飯田橋ということで、なるほど、飯田橋の方に、そうなんですよ、うん、まあ、でもね、こう場所的にはちょっと結構面白い位置にありまして、JR 市ヶ谷駅9分、飯田橋駅12分とありますが、うん、ほぼ真ん中にあるんですよ、ね、で、なんと7月26日で1周年ということで、比較的最近の、そうなんですよ、用心棒としては3つ目のオープンということですね、東大前 と、神保町にあるのね、うん、今ね、はい、で、基本ラーメン豚玉ラーメン、うん、混ぜそば、そして夏限定の冷やしですね、うん、あと各種、大盛りと、まあ、トッピングがいろいろあるよということなんですけども、はいはい、まあ、もちろん今回はですね、僕は冷やしを食べたいということで、いや、まあね、用心棒の冷やしはやっぱ美味しいです、評判ですよ、本当にうまいですね、うん、これで僕は全店舗で一応食べたことになりますけど、なるほどね、はい、で、着動の前にですね、はい、ちょっとこちら、はい、盛り付けの様子をちょっと撮影させていただいたんですね。これはもう見よう。ご提案がありまして、あ、すごい。そうなんですよ、ノーカットでいきますよ、まずはね、こうやって麺入れと入るところから ね、あ、いいフォントだ、ちょっとゲーム感をもうかなり排除していますけど、いや、本格的で、いや、でもマジでいい。そうなんですよ、で、まずね、これベース油入るんですね、これちょっとあのよく知らなかったですけど、で、キンキンにね、今冷蔵庫から野菜出しましたね。なるほどね、あ、そうなんだ、冷えた野菜を使ってるんですね、やっぱそこがいいですよね、はい、で、結構、これダブルにしてますんで結構入れてくれますね、うん、で、彩り豊かなレッドオニオン、うん、そして青ネギが入るわけですね、うん、で、まだまだ入りますよ、ここにカット豚というのが、うん、これ混ぜそば側限定の豚ですね、これね、そして、あら、これよ、ガリマヨはね、いいっすね、やっぱいいんすよ、しかも今回はトリプルで申告しております。A で、卵黄がちょっとね、真ん中に卵黄が乗ります、そっと入ります、で、ダブルチーズダブルというのを、どういうこと、今回選択してるんですよ、こういうトッピングがあるんですよ、まあ、後ほどチーズが一体何なのかは解説していきますけども、はい、これ声出てないんですけども、コールしてますからね、今ね、この瞬間にここで、あ、今、今、はい、この間に焼いとるよ、そうなんですよ、はい、で、ニンニクがダブルで入ります、はい、ね、それから生姜が入りますね、生姜ね、生姜入ります、で、さらに上からちょっと返しをかけ、で、最後このね、もうカツオ節なんだよね、カツオ節か、これで完成です、たくさんで、どうなんでしょうか、やっぱ手際が素晴らしいですね、そうね、そうなんです、そうなんです、というわけで着丼、あー美しい、野菜ダブル、ニンニクダブル、黒油ダブルなどなど、いわゆる気になる気になるワードが入ってますけども、食券ね、これ書くものとコールするもので分かれるんだね、あー、なるほど、そうなんですよ、で、書くものは上の3つなんですけど、背油か辛い油か黒油かどれか1個選べると、僕は今回黒油にしております、うん、で、黒油の場合はデフォルトで別皿なんですけども、唐揚げもこれ別皿って行動してますね、うん、ね、うん、はい、さあ一番うまいとこですが、量が半端じゃないガリマヨからいってますね、すんごいこう口の中にもうなだれ込んでくるニンニク臭、うん、これもう、これが毎年毎年楽しみなんですよ、夏、夏、ちょっとよだれでちょっと喋りにくくなってます、あら、そうです、すいません、ダブルチーズね、これダブルは実はですね、はい、ピザ用チーズに粉チーズが入ってるという2種の、あ、なるほど、とろける感じのと、そうなんですよ、2つ入ってるんですね、はい、で、まあ一応冷やしなんでチーズ自体はとろけないんですけども、その分じっとね、チーズの酸味を最後まで楽しめるというのがダブルチーズの良さ、冷たさの良さということで、さあ豚ちゃんね、非常に柔らかいカット豚、ガリマヨチーズの相性がいいね、非常にいいよこれ、まあ、マスコットもできるんですけども、それが豚食券をね、はいはいはい、くださいですね、はい、さあそして下から麺を引き出していくよというね、モワモワですね、モワモワですね、これね、粉チーズがモワモワで、少なめ200、デフォ300、大盛りは茹で前400ということで、結構ありますが、さあこれを一口食うと冷てー、すげー、どこですかこれは、これはどっかのアルプスですか、はい、関係ないけどね、冷たさをちょっと表現したい、まあまあ表現、まあまあただでさえ弾力あるのでね、水で締めることでキンキンになりますね、すごく美味しいですね、で、ダブルチーズが絡んで、あ、ごめんなさい、ダブルチーズ、ダブルの絡みがね、たまらないですね、いいです、はい、ちなみに食券ってね、はい、こういうのあるんですけど、マシマシじゃなくてね、ダブル
なるほど。あ、そうなんですね。ね、なるほど、水槽は。でまあ、ニンニクの辛さはまあ控えめなんだけども、うん、青ネギ、レッドオニオン、生姜も入ってるんで、うん、全体としての辛さがすごいと。なるほど、そうね、確かに。そうなんですよ。そこがまあね、あの好きな人にたまらないでしょ、うん、これね。まあそしてですね、だんだんとニンニクの粒とチーズと生姜見分けつかなくなるんですけども、うん、はい、はい、まあ、そこは豪華に混ぜてバランスよく食べてもいいかもしれないね。どんどんうまくなっていくんじゃない、混ざって、ね、まあそういうことですよ、うん、はい。まあ、あのガリマヨのコーティングやめられないということでね、絶対にプラスしてほしい。さあ、ここで黒油出ました、うん。こちら何なのかというとですね、はい、まあ、おさらいをしておきましょうか、先にね。辛い油、黒油、まあ、辛い油はね、あの千里眼の式典なんかにもあるんだけど、式ね、そうなんですよ。ただもう黒油はね、香ばしくて少し苦みを帯びてるという油なんでね、あの、マー油というものをあんまり知らない人にとってはちょっとびっくりするかもしれないけども、はい、あの、もともとマー油というのは焦がしニンニクが入ってるんでね、あの、ハッスルできますよという、ハッスル、はい、久々聞いたらハッスルハッスルできますよ、これはハッスル、ハッスル、ハッスルね。さあ、そしてそこにね、黒には黒ということで、言ってますけども、黒油とね、ガリマヨブラックペッパーとしても最高に相性がいいですね。はい、いっぱいワードが生まれてる気がします。いっぱい生まれ、そうですね、盛り付けの段階でね、いろいろあったから、はい、ちょっと ブラックマヨネーズ一丁一緒になっちゃう、ブラマヨさん一丁一緒になっちゃう、まあ、まあ、あってはいます、まあ、そのものだから、まさにはい、ガリマヨブラックペッパーでね、唐揚げ一気に入れた、これいきます。最後に入れて、まあね、こう途中から辛くして最初から辛くしないようにしてるという配慮があるんですが、はいはい、なるほどね、溶けない感じで、そう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 、その、別皿というのは別にもね、良さがあってですね、うん、サクサク感を、そうですね、そう、食感がね、そうそう、最初にちょっとふやけちゃうから、ああそうだね、そうなんですよ、カリカリ感だから、僕たぬきそば食うときもね、避けますから、僕もどん兵衛はそうです、どん兵衛は、そう、やっぱそば派だよね。さあ、そして来ましたラーメンダレ、あ、ラーメンダレもあります、しょっぱレベル、はい、どうなんですかね、思わずね、ちょっと水飲んじゃいます、これね、高いですよ。さすがは、おじもさん、これガリマヨトリプルがね、ちょっと白濁してくるんでね、あ、またそこでキリッとして、そうそう、まろやかになったら、これで一撃入れてほしいというね、はい、まあ、お口の守り神、用心棒というべきでしょうか。お、どうもね、ロッチかやロッチの恋人、恋人か、お口の用心です、用心棒とロッチはもう全然違う、逆、真逆、そうだね、あ、対義語だった、これ思います、ね、ちょっとトークにカーブを書きたんだけどね、え、進化かな。さあ、何、80ロッテから来たのか、ロッテから、はい、あんま役知らないでしょ、別に役、はい、別にロッテのメーカーだから、あ、メーカー、あ、メーカーのね、千葉ロッテかどうかって、ね、千葉ロッテかっていうね、お口の恋人っつったから、俺お口の恋人、88.32 でした、はい、すいません、ということでね、いろいろ渋滞がしてしまいましたけども、いやでもね、用心棒さんね、はい、千里眼さん系列ではございますけども、はい、千里眼さんって必ずね、大学の近くに結構出すんですよ。あー、まあ確かに、あ、東大、そう、東大前でしょ、うん、で、用心棒本郷も、本郷の東大の前だし、神保町も、まあ、明治大学も、明大とかいろいろありますね。で、今回法政大学の前、あ、法政なんすね、そうなんですよ、高野目さんとかもね、独協大学の前とかにあった、蒲田だけがない、あ、蒲田に大学ですか、蒲田の大学、わかんないな。あんま名言はね、できない、まあ、できないけど、ちょっとわかんなかった、実際あるかもしれない、あるかもしれないけどね、まあ、だからその次ね、オープンさせるならどこかなって予想がしやすいんですよね。あ、なるほど、大学のそばを、そうでも結構大学あるっすよ、いや、でもやっぱりあるマーチ以上なことが多いから、あ、そうなんだ、結構、そう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 、だから表参道店とか行くんじゃないですか、もしかしたら、うん、表参道、青山学院です、ああ、なかなかすごいけど、あそこに立つっていうのはね、一杯1200円ぐらいするんですけど、あ、あげるんだ、その分ね、土地によって地価がね、高いから、あ、そうそうか、というわけでね、はい、そんなどこに出るか予想するのも楽しい用心棒さん、そうなんですか、スパン長いよ、だいぶ、ごったんです、はい、you